韓国さんが過去にアメリカの戦略物資を中国に横流ししていたことが判明したようです。記事と韓国さんの反応を見てみましょう。京畿道ソンナム市に本社がある通信ネットワーク会社 A 社は2013年5月米国で生産された電力電荷増幅機を購入した。中国に輸出するための流通業務だった。問題は米国がこの増幅機を戦略物資に指定し、中国など特定国に輸出されるのを統制している点だ。対空ミサイルレーダーなどの部品として使用される可能性があるからだ。しかし A 社はこの増幅機の最終使用場所を韓国または香港として虚偽書類を作成し、通関当局に提出した。韓国のある公共機関が使用することになったという内容の書類も添付したが、虚偽であることが調査で分かった。米検察は A 社が翌年までこうした手法でおよそ20回にわたり計81万ドル分の統制物資を搬出したとみなした。そして A 社と同社の B 代表を武器輸出統制法違反容疑などで米裁判所に起訴した。こうした内容の起訴状を米司法省がワシントン連邦地裁の承認を受けて最近公開したことが8日確認された。非公開文書に指定されてから3年後だ。この起訴状が公開され、韓米二国間貿易関連法律諮問市場で話題になっている。ワシントンに事務所を置くローファームのコブレ&キムのパクサンユン弁護士は中央日報との電話で、米国で起訴状が公開されるのは異例ではないとしながらも、ただ公開の時点とその自由に注目する雰囲気があると伝えた。パク弁護士は実際米現地では中国イラン地域への関連物資搬出事件の捜査裁判が多数進行中であり、一部の事件で弁護人として活動していると話した。国内ローファームの C 弁護士も米中貿易紛争の中で中国に物品を搬出する企業に対する集中調査が始まる信号という見方があると伝えた。米国が韓国企業に対する戦略物資搬出取り締まりを強化する過程で、A 社の事件に対する後続処理協力を韓国政府に要請し、その結果を受けた米司法省が起訴状を公開する可能性があるという分析だ。実際、米司法省は起訴状公開申請書に、該当事件に対する調査内容は韓国で刑事事件手続きが進行される過程を通じて公論化されたと書いている。こうした公開事由は異例というのがパク弁護士の説明だ。この事件に関する韓国法務部検察の公式発表はなかった。 A 社側は米国から関連の連絡を受けたことはないという立場だ。パク弁護士は米司法省の立場では A 社代表など関係者の身柄を確保できず、韓国側に関連情報を移管した後、後続状況に関する通報を受けたことを公開申請の事由に書いた可能性があるとし、疑問は A 社の事件一件だけのための強調なのかということと話した。これを受け、こうした米当局の集中調査が中国と活発に事業をする国内企業の活動に支障を与えるのではという懸念も出ている。 C 弁護士は実際最近の米中対立政局で米国政府の標的調査を受けたと訴える依頼人がいるとし、米国を舞台とする韓国の貿易関係者に警戒心が生じている状況と伝えた。法律市場のこうした解釈と似た意見が学会からも出ている。チョン・インギョイン派大学国際通商学科教授は、韓国が中国と密接な関係を持つという見方が米国社会に存在するため、米中対立状況で韓国企業に対する米当局の取り締まりの強度が強まるという解釈が可能だと述べた。続いて取り締まり事例が米当局内部で公論化されれば、通関手続きが強化されて追加の摘発件数が増え、監視がさらに強まるという悪循環を警戒する必要があると話した。それでは韓国さんの反応です。これだから日本が輸出規制したんだよ。政府は税金を絞り取ることにしか関心がない。国を売って得たお金だろうが、
そこに介入して税金を受け取ることにしか関心がない。この背後に政府がある場合は、不正選挙も合わせてその不正を暴き、必ず弾劾しなければならない。この前にも、韓国科学技術院の機密が退職者によって流出したばかりだ。しかも、お金がもらえれば、躊躇なくそれを売り飛ばしている。挙句の果てに、米国の防衛産業物資まで中共に捧げる完全に腐り切った国。韓国はまだ停戦状態であり、まだ統一も果たされていない状態だ。そんな中で、6.25 の敵国に対して、米国の戦略物資を売りつける？正気じゃないとしか言いようがない。これだからホワイトリストから除外されるんだよ。戦略物資を横流しする国に対して、どこの国が信頼してビジネスをしようと思うのか。同盟国を売り渡すんだ。呆れた。それでも心配するな。大韓民国立法府国会は遊んでいるし、年を取って道理をわきまえることができず、ただ法典を探す人間しおりのような判事がいる以上、米国への犯罪者引き渡しはされず、国内法によってたくさん食らっても執行猶予だ。犯罪者らは国会議員を称賛する。中国のスパイが大韓民国のあちこちにいる。本当に大変だ。仕事を全部奪われて。我が国には国が承諾した中国共産主義者たちが数えきれないほど多い。ということで、割愛したコメントを含め、信じられないといった感じや、怒りを表してるコメントが多かった感じですが、日本からしたら何を今更って感じですよね。そういうのが原因で輸出管理を強化してとずっと言い続けているのに、まだ理解できてなかったんでしょうね。今回の報道は氷山の一角でしょうし、これからどんどんと横流しが明るみになっていくんじゃないかと思いますが、この記事を見た韓国さんは、日本がずっと言い続けていた行き先不明のフッ化水素などについてはどう思ってるんでしょうね。ちなみに、紹介したコメントにも、だから日本にホワイト外されるんだよといったコメントはありましたが、それに対しての反論で、それとこれとは違うとか言ってるコメントもありました。完全な証拠がない場合は、違うとでも言いたいのかもしれませんが、そんなのが通用するのは韓国内だけで、世界では一切通用しませんよね。最終的には、この話も、事実ではないとか言い出しそうな気がしなくもありませんが、韓国さん、そろそろ、世界にはいろいろバレてるってことに、気づいた方がいいですよ。ということで、ご視聴、ありがとうございました。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。